大人の世界にようこそ。あ、ニャオン来たぞ。猫かって言ってさ、どこだ。ニャオンって聞いちゃうと止まっちゃうんだよな、これ。ニャオン、どこだよ。あ、いた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 。猫ちゃん、なんだ。あ、ちょっと待って、どういう顔だ。よく見ないと、これ。よく正面から見て。あー、なんかちょっと餌を与えるって字が邪魔だな。でも耳が黒で白い感じの。わかった、はい。特徴が合うのは、これかな。これがちょっと近いかな。ちょっと2つだからこれやってみよう。まず見向きもしないってパターンあるのかな。ほーら、どうだよ。お、すげえ上がってるよ。なんかバッチリだったってことかな。じゃあよし、じゃあもうこれでとどめだ。終わりだよ。うまそうだな。よし、お、いい子だ。マックスになった。初めて。いい子だね。十分懐いたな。ん、よし、猫カフェの店長に連絡するか。うん、キリュウだ。猫を懐かせたんだが。ありがとうございます。今はどちらにいらっしゃるんですか。尾道だ。尾道、神室町にそんな道路ありましたっけ。いや、広島の尾道だ。そうだよ、何言ってんだお前。広島。なんだお前、猫懐かせたら全国どこでも駆けつけるって言ってただろ。そう言ったからよ。俺は言いましたけど、まさか本当に全国規模で探されるとは。俺はそれを実直に守っただけなんだよ。男に二言はない。すぐに誰か向かわせます。そいつに渡してください。少々お待ちくださいね。では引き続きよろしくお願いします。よし、というわけで尾道でも。ニャンニャンサボンのバイトの者です。あ、来た。猫を預かりに来ました。また懐いた猫がいましたら連絡くださいね。それでは失礼します。よし、というわけでね、引き続き猫のスカウティングはね、続けるということで、SNS だ。獅子堂にある柿小屋で飯食うと何か事件を見かけるんだよな。俺だけ誰かも確かめてくれないかな。柿小屋って例のじゃないの。ちょっと分かった。どれどれ。柿小屋。ここから近いからちょっとついでに寄ってみっか。やめそう。柿小屋なんだ俺は。柿小屋にしか用はないんだ。柿小屋だ。よし、来た。よし、噂を確かめろということで来ましたよ。だから食べてね。何あんた。あ、ひったくりじゃないか。あれ盗まれた。東の方逃げてない。早く探さないと逃げられちまう、東の方。どれ東の方。もうこっちでいいの。とりあえずどこ行った。あ、餌を与えるか。なんだ、ちょっと待って、わかんない。真っ黒で何、黒い猫だな、とりあえず。黒い猫だから、黒っぽい、チーズ入りサーモンでもやっとくか。なんか、どうだ、どうだ。え、なんだ。うまそうだな。あ、当たりみたい、なんか。よし。よし。じゃあ、とどめさせちゃおう、もう。チーズ入りサーモンで。うまそうだな。よし。よし。2匹目ゲットだよ。いい子だ。でももう餌がなくなってきたな、もう。よし。十分。よし。少しスキップしよう。ニャンニャンサボンのバイトの者です。また懐いた猫が。オッケー。2匹目ゲットだ。これ？これ違うな。調べるなの。クヒだ。あ、クヒだった。墓からも、花桶からも、ヒバリかな。小林一茶。小林さんね、ヒブリが鳴くような平和な場所で死んで眠りにつくのも悪くないか。まあね、そうだね、鳥はね、死んだ姿を見せないっていうね、人知れず死んでいくと言いますからね。ちょっと加減小屋のもう一回ちょっと入っちゃって。いらっしゃい。もう普通に食っちゃうんだな、ここだとな。ダメだな。一体これ何の意味が。間に合わなかったか。あ、間に合わなかったか。めんどくせえな、これな。結局俺の思い姿ってなんかモヤモヤのが残るな。
センター街で天井からぶら下がってる人がいて、落ちるのも時間の問題だ。何これ、分かった、助けに行く。落ちそうな人どこ、あれ、なんかあの、あ、ここか、センター街って。落ちそうな人を助ける。あれでもなんか人マークみたいなの前出たんだけどね、ここのセンター街だとしても、まあいいか、まあついでだから、じゃあそっち方面に行くついでに。あ、なんか光ってる、これ写真じゃないか、例のなんか、え、違う、朽ちた流木、うん、あ、猫だ、猫本当にいるぞこれ。ちょっと待って、よく見て、えーって言ってた、灰色な猫、餌いるぞ。もうじゃあこれかな、うん、どうだろう、ほら興味ねえか、あーダメなんだ、そういうことがあんのか、こっちか、じゃあどうだい、うまそうだね、どうだ、あ、いた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 、これだ、これが大成功のやつだね、うん、よし、とどめで、あれこれだっけ、こっちだな、こい、うまそうだね、この違いが分かんない、猫大好きになってる、いい子だ、よし早速電話して、じゃあ、はい、よし、すごいスカウトしてるね、しかしね、よし、まずいいんだ、スカウトなんかいいんだよ、もう落ちそうな人を助ける、ね、今行くぞ、どこだ、落ちそうな人ってのは、天井からぶら下がって落ちそう、あ、これか、なんだこれ、見る、なんだ、なんだ、なんだこれ、ラーメン、あ、ゆるキャラ、なんだこれは、はあ、こんなとこにあったのか、道夫くんの頭、道夫くん、はあ、まったくあのクソバイトめ、こんなとこに捨てやがって、おい、なんなんだこれは、ああすみません、なんかご迷惑かけたみたいで、これはですね、小野道夫くんの着ぐるみの頭ですね、小野道夫くん、小野道の、はい、あ、なるほどね、小野道の新マスコットとして売り出そうとしているゆるキャラになります。ゆるキャラ、あれ、ゆるキャラご存じない、いや、なんとなくこんな感じのゆるいキャラのことだろう。はい、最近は地域の活性化のためにこういうキャラを作って PR するところが多いんですよ、うん、しかし困ったな、中身がいないんじゃな、どうやって見ないじゃない、はい、実はこの道夫くんの中に入る予定だったバイトが逃げ出しちゃったんですよ、ちょっと言葉遣いを説教しただけで、全く最近の若者ってのはたるんでますね。ほう、でも、うん、実はこの後イベントがあって、そこに道夫くんを登場させないといけないんです。それはまずい、困ったな、中の人がいないと出られないしな、あんたが入ればいいじゃない、お前が入ればいいじゃない、あ、そういやいや、僕は取り仕切る側ですし、僕がいないとイベント自体が回らないんですよ。そんな重要か、お前。それに道夫くんってゆるキャラとしては結構でかくて、しかも重たいんですよね。体力がないと。だから背が高くてガタイのいい人じゃないと長時間のイベントは耐えられないんです。そんなやついるか。そんな背が高くて屈強そうで暇そうな男の人なんて今から簡単に見つかるわけ。そうそう。嫌な予感がする。最初からしてた。ちなみに俺は入らないぞ。いやいやいや、そこをなんとかお願いしますよ。あ、サブストーリー、ご当地キャラになろう。サブストーリー始まっちゃったね。中に入れそうな、でかくて屈強で暇そうな人なんて、その最後が余計だね。暇そうって。お前失礼だな。失礼だ。お願いしますよ。ちゃんと相応のお礼は出させていただきますから。それにイベントを楽しみにしている子供たちがたくさんいるんです。彼らの笑顔をがっかり顔にするなんて嫌じゃないですか。うん、それを言われるとね。だからお願いします、子供たちの笑顔を守ると思って。
ゆるキャラの中に入りたくはないが、どうするか。子供たちをがっかりさせるってのはね、協力しよう。仕方ねえな、少しだけだぞ。少しだけだぞ。道雄くん、俺はまだ道雄じゃねえ、キリュウだ。キリュウさん、私はプロデューサーの広永と申します。よろしくお願いしますね。全員は急げ。まずは小野道雄くんの中に入りましょう。ではこちらへ。下半身というか首から下どうなってんだろう、言って。パーフェクト、ぴったりじゃないですか。ああ、こういう感じ。やめないか。何を言ってるんですか。こんなにサイズぴったりの人なかなかいませんよ。あ、おのって書いてんのか。重いし暑いし息苦しいな。これは逃げ出したくなるのもわかる。まあそう言わずに、小野道夫君は尾道のシンボル、アイドル、象徴なのですから。だいたいこのへんてこなキャラのどこが尾道を象徴してるんだ。見てわかりませんか。瀬戸内を代表する名産、八朔をモチーフにしたチャーミングなお顔、ね、おしゃれなアクセントになっている尾道の代表的食べ物、尾道ラーメンの帽子。美味しい海産物がたくさん楽しめる町であることを伝えるお魚のポシェット、漁師の住む町であることを伝えるための巨大な長靴、そして尾道夫君の名字である ONO を大胆にプリントしたイケてる洋服。すべてがこの美しき町、尾道を象徴している完全無欠のご当地ゆるキャラだと思いませんか。自画自賛すぎるな。まあ大丈夫ですから、自信持ってください。かっこいいですよ、キリュウさん。いや、道夫君。で、俺は具体的に何をすればいいんだ。もうすぐ子供たちがやってくると思うので、まず最初はファンサービス、遊んであげてください。ただし、くれぐれもキャラクター性を乱すようなことはしないでくださいね。キャラクター性、尾道夫君は尾道に住む漁師という設定です。なので基本的に海を愛する渋い男のキャラです。この顔でか。そして言葉遣いですが、基本的に挨拶にはミチをつけてください。喋んの、喋んのかい。こんにちはミチ、よろしくミチというような感じです。では練習してみましょう。よろしくミチ、さん、はい、よろしくミチ。そうです、そうです。本番はもっと元気よくお願いしますね。それと何か困ったことがあった時に使う口癖が設定されています。困った時はおうのと言ってください。練習しましょう。3、はい、おうのエクセレント。ちなみに英語のおうのとおのがかかってます。洒落てるでしょ。どう考えても滑ってるだろう。そして最後にもう一つだけあります。まだあるのかよ。なんだそれは決めポーズです。え、決めポーズ。ああ、よくあるやつか。道を、まあ、こんな感じでお願いします。登場の時や締める時に使うことが多いですね。やりたくないぜ。まあまあそう言わず、子供たちの笑顔のためですから。いきますよ。3、はい、おのみちお。キリュウさん、完璧ですよ。間違いない、あなたこそがおのみちおです。嬉しくねえよ。お、そろそろ子供たちが来る時間だ。じゃあそんな感じでよろしくお願いしますね。他の設定は結構ガバガバなんで、なんとなくそれっぽくしてもらえれば OK です。丸投げもいいとこだな。どうなっても知らねえぞ。大丈夫、キリュウさんこそが小野道夫です。お、来た、よろしくお願いしますね。来た、こんな夜にね。小野道夫だ。すごい、本物だ。初めて見たよ、尾道夫くん。
意外と人気あるじゃねえか。仕方ねえ、一肌脱ぐか。情熱的に行こうか。これは、つかみが大事だ。俺こそがチャーミングな八尺フェイス、おしゃれな尾道ラーメン帽子、キュートな魚のポシェット、漁師の心意気、クールな長靴、生かしたナウイ小野トレーナー、そう、俺こそが尾道の象徴、小野ミクラ。ん？あれ？おい、どうしたどうした？かかってこい！おお、かっこいい！すごいぞ！セリフ完璧だね！まあこんなもんだ。よし、今日は俺が遊んでやるからな。お前ら、よろしく。道じゃない子かな。もうここは守んないと。バーイ、よろしく道。よろしく道。やれやれ、ゆるキャラってのも大変なんだな。ルオ、道よくん。おりゃおりゃ、ビシバシゲシバシ、おりゃおりゃ。この野郎ってぶっ飛ばすクソガキや。オーノー、あ、そうだ、オーノーで困ってくれ。わーい、言ってくれた、言ってくれた、言ってくれたって。困らせたかったのかい。なるほどな、これを世代がための前振りだったわけか。遊んで遊んで、みちおくん。みちおくん、そろそろメインイベント、トークショーの時間ですよ。トークショー？そうです、そうです、ここからが本番。こっちに来てください。あ、なんかステージもあんのか。はい、皆さん、こんにちは。本格的。こんにちは。元気がいいですね。本日は尾道雄くんトークショーにご来場いただきありがとうございます。この人、胸すれないと。おい、こんなトークショーまであるなんて聞いてねえぞ。あれ、言わなかったでしたっけ。いやいや、でも盛り上がってますね。どうすんだよ、尾道雄がどんな趣味嗜好かなんて俺知らねえぞ。大丈夫です、結構設定はガバガバですから、それっぽければいいのでお任せします。両親、ね、僕は行きますんで、トークショー楽しみにしてます。おいおい、ちょっと後で覚えてろよ。それではご紹介しましょう、我が町のヒーロー、小野道雄くんです。道雄くん、よろしく道。さあ、今日は皆さんから道雄くんにいろんな質問をしてもらえればと思います。じゃあ質問したい人、いるかな。はい、ライトネスだから、はい、ライトネス、はい、じゃあそこの君、何でも聞いていい。ああ、何でもいいよ、可能な範囲で答えよう。完璧ね。みちおくんは好きな食べ物は何ですか。これはもうみちおくんが好きな食べ物、聞いてみたいですね。まあ漁師だから魚かな、やっぱりセクシーな美女だな。尾道ラーメンだ道、あ、これかな、うん、頭かぶってし。あ、やっぱりそうなんだ、僕も尾道ラーメン大好き。よかったね。さあ次に質問したい人いるかな。はい、はいはいはい。なんだなんだ。じゃあそこの女の子、女の子、おう、いいね。私、将来道夫くんのお嫁さんになりたいんですけど。ヒューヒューヒュー。道夫くんは彼
女とかいるんですか？彼女か。女の子からの大胆告白ですね。これ難しいな。どうなのかな。どういうことなんだ。付き合ってる女か。困ったな。どうするか。みんなのアイドルだ道みたいな。え？おうのうか。ああ、おうのうがここでね。愛した女がいたのかね。まあ、おうのう。これだ。ああ、みちおくんのおうのうが出ましたね。みちおくん、困ってるみたいですね。これいいね。これやっぱ許されちゃうからね。なんとかごまかせたか。でもこればっかでもダメでしょきっとね。はい、じゃあ次の質問を。おい、うるせえぞ。え？なんだ。なんなんですか、あなたたち。うるせえんだよ。こんなとこでガキを集めてギャーギャーやりやがってよ。この辺は俺らの遊び場なんだよ。誰の許可取ってやってんだよ。地元の不良かな。なんだよ。あいつら怖いよ。子供たちが怖がってるじゃないですか。やめてください。クソガキどもが。もっと怖くしてやろうか。ああ。助けて。はい。あ？なんだお前。ダッセーキャラだな。頭にラーメンつけてんのか。意味わかんねえ、流行んねえよそれ。俺もそれはそう思う。そこ認めるんだ。ガキ泣かせて生きがってるてめえらよりはダサかねえ。ちょっと声こもってんだね。なんだと。やんのか、ゆるキャラがよ。俺はゆるキャラだがな、てめえら見逃せるほどゆるかねえんだよ。この顔で。おいお前ら大丈夫かなこれ。あの見えんのかな、キリュウさんこんな被ってんの。いけるかな。 あ大丈夫だ。よし、よし、いつも通りの戦い方でも。いってやろ。ほらうりゃ。いつもより余計に回してます。うりゃ。よし、まだいるか。さあ来い。お、余計やがったなこいつ。なれば本気出してる。やっぱこれやりたくて、もうこの姿でこれやりたくて。覚えてねえなら覚えとけ。俺は尾道のゆるキャラ、尾道夫だ。尾道夫？なんでこんなゆるキャラが強えんだよ。ありえねえだろ。運が悪かったんだよ。お前らはここでこのセリフを泣かせるようなことをしたら命はないと思うんだな。分かったらさっさと消えやがれ。すみませんでした。情けねえ連中だ。黙っちゃった。ああ、いやその尾道夫は喧嘩が得意でな。かっこいい。すごい。え？超かっこよかったよ、道夫くん。すげえ。かっこいいよ。強い、道夫くん。守ってくれてありがとう、道夫くん。かっこいい。そうか。ありがとうございました。本当にかっこよかったです。道夫くんはもはやゆるキャラじゃない、私たちを守ってくれるヒーローです。そんな大したもんじゃねえよ。俺は所詮
何の変哲もない、ただのゆるキャラだ。みんな、みちおくんにお礼を言いましょう。さん、はい。ありがとう、みち。どういたしまして、みち。じゃあ最後、みちおくん、締めてください。しょうがねえな。よし、行くぞ。チャーミングな八作フェイス、おしゃれな尾道ラーメン帽子、キュートな魚のポシェット、漁師の心意気、クールな長靴、生かしたなういオノトレーナー。そう、俺こそが尾道の象徴、オノミチオだ。ミチオくん最高。このポーズは何をイメージしてんだろうね、なんかね。いやー、本当にありがとうございました。おかげさまでイベントは大成功でした。まったく、一時はどうなることかと思ったぜ。結果素が出ちまったが、あんな感じで大丈夫なのか。はい、うん、逆に桐生さんの素の部分が融合して、道夫君のキャラクター性が高まった気がします。実はさっきのイベント、ネットでも配信してたんですけど、すごいアクセス数なんです。こんなことあればね、みちおくん絶対人気出ますよ。おお、それよかったな。はい、これは今回のお礼です。受け取ってください。お、喧嘩さらし。お、くれた。まあ、人生に一度くらいはこういう経験も悪くないかもな。これから忙しくなりそうだぞ。じゃあ桐生さん、またよろしくお願いしますね。それでは。ああ、またな。ん、またまただよね。えっと思ってんの。はい、というわけで今年キャラね、クリアしましたね。なんだ、あの落ちそうな人を助けるっていうやつに向かってたんですけどね、センター街のやつ。ちょっとそれだけやり、あ、待って、ここに何か来てる。あ、流木、うん、まさかまさかのあんなとこにね。いやー、でもね、あのふと思ったんですけど、やっぱりあのお試し版で鍛えてたせいか、なんか全然苦労せずに進んじゃいますよね。だから結構強くなっちゃってるってことじゃないですかね、きっとね。どこ、センター街に落ちそうになってる人がいる。助けてくれ。どこどこどこ、え、落ちそう、落ちそうってどこ。え、あ、あ、あれ、この人どうすればいいの。危ない、早く助けないと、落ちるぞ。どうすればいいんだよ。え、え、ちょっと待って、はしごとかなんかある。はしご、待て待て待て、はしご、はしご、登るとこ、登るとこ、え、ここ、え、ダメだダメだ。大概こういう商店街ってはしごとかあるもんなんだけどな、登れるところ。ちょいちょいあのメンテナンスとかでね。ここ、あ、ここだ。点検はしごってあるぞ。あれ、なんでこうできないの。こう点検はしごって書いてるじゃないか、ここに。あ、来た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 、ここだ。よかったよかった。時間はまだあるの、まだあるの。で、あ、ええー、ちょっと、いそう、こらねろ。よし、なんでこうなっちゃうの。もういい、終わりかな。まだか。あ、なんか落ちてる。落ちてる。くそ。よし、終わった。しばらく寝てろ。ちょっと待って、何個落ちてるんだっけ、いろいろ。これは、
気をつけろよ。おかげで助かりました。うん、これで終わり。なんだ、分かった、ぶら下がった人無事助けられた。結構高さだったから落ちたらやばかっただろうね。あー、なるほど、はい、ピカピカ光ってる。こう、おお、よし、金庫の鍵、はい。他にもあるのかな、なんかせっかく上来たからね。ないね、あとね、うん。それどっから上がってきたんだっけ。ここか。お、すごい、おい、はい。というわけでね、まあ、お、なんか見てるぞ。終わったところでちょうどやめとこうかな。時間がね、結構いい時間なんでね。うん、じゃあというわけで、本日はこの辺で終了です。次回もお願いします。さよなら。